プッシュおよびポップのスタックの単純な表現スタックの単純な表現スタックはコンピュータで用いられる基本的なデータ構造の一つでデータを後入れ先出しの構造で保持するものである。抽象データ型としてのそれを指すこともあればその具象を指すこともある。特にその具象としては割り込みやサブルーチンを支援するために極めて有用であることから1970年代以降に 新しく設計されたある規模以上のコンピュータは、スタックポインタによるコールスタックをメモリ上に持っていることが多い。抽象データ型としてのスタックは、ノードのコンテナであり、二つの基本操作プッシュとポップを持つ。プッシュは指定されたノードをスタックの先頭に追加し、既存のノードはその下にそのまま置いておく。ポップは、スタックの現在のトップのノードを外して、それを返す。 よく使われる比喩として、食堂にあるバネが仕込まれた台に皿や盆を積み重ねておく様子がある。そのようなスタックでは利用者は一番上の皿だけにアクセスすることができ、それ以外の皿は隠されている。新たに皿が追加されると、その新しい皿がスタックのトップとなり、下にある皿を隠してしまう。皿をスタックから取ると、それを使うことができ、 二番目の皿がスタックのトップとなる。二つの重要な原則がこの比喩で示されている。第一は後入れ先出しの原則である。第二はスタックの中身が隠されているという点である。トップの皿だけが見えているため、三番目の皿がどういうものかを見るには一番目と二番目の皿を取り除かなければならない。多くのスタック実装では、プッシュとポップ以外の操作をサポートしている。 スタックの大きさ、現在のスタックのトップの濃度を返すが、それを、スタックから取り除かないピーク操作、トップではなく N 番目の参照、操作、入れ替え等も実装されることもある。連結リストでは O だが配列による実装では O、その逆、等いろいろな場合がある。N 個の要素のスタックが必要とする、メモリ容量は O、つまりスタック帳に比例する。 個々の操作が一定時間をで完了する実装は配列や連結リストを使っても簡単に実現できる。実装の詳細については別に議論する。ファイ法の原則を持つデータ構造または抽象データ型は Q である。スタックと Q の操作を組み合わせて提供するものは両端 Q と呼ぶ。例えば探索アルゴリズムでスタックを使うか Q を 使うかによって深さ優先探索か幅優先探索になる。ハードウェアによるスタックの実装法には主に次の二つがある。前者は例えば4004の3段のスタックがそのようなものである。後者は多くのコンピュータが持っている。以下これについて述べる。典型的なスタックはコンピュータのメモリ上に固定の起点と可変のサイズを持つ領域である。初期状態では スタックのサイズはゼロである。スタックポイントはスタック内で最も後で参照された位置を指している。スタック長がゼロの時、スタックポイントはスタックの起点を指す。あらゆるスタックで実施可能な2つの操作は以下の通りである。スタック操作の基本原則には様々なバリエーションがある。スタックは初期状態ではメモリ上の固定の位置に配置される。データが スタックに追加されると、スタックポインタは、データ追加に伴うスタックの領域拡張に従って変更される。その時のスタックの伸びていく方向は特に規則はなく、実装によってアドレスの小さくなる方向だったり、大きくなる方向だったりする。昔のコンピュータで、ヒープ領域をアドレスの小さい方から大きい方へ伸ばし、スタックを大きい方から小さい方へ伸ばすという、 設計にした名残から、アドレスの大きい方から小さい方へ伸びるものが多いが、PA リスクは逆である。例えば、あるスタックが1000番地から開始して、アドレスの小さい方向に伸びていくとする。その場合、データは1000番地よりも小さい番地に格納され、スタックポインタはそれに伴って、小さな番地を格納するようになる。 そのスタックからデータをポップすると、スタックポインタに格納されているアドレスは大きくなる。スタックポインタは、スタックの起点そのものではなく、その少し、上か下の限界アドレスを指している場合もある。しかし、スタックポインタは起点を越えていくことはできない。還元すれば、スタックの起点が線番地で、スタックがアドレスの小さい方向に成長する場合、スタックポインタは、 決して千万地を超えてはならない。ポップ操作によって、スタックポインタが起点を超えると、スタックアンダーフローが発生する。逆にプッシュ操作が、スタックの最大許容範囲を超えて、スタックポインタを操作することになるなら、スタックオーバーフローが発生する。スタックに強く依存している環境では、追加の操作を備えている場合がある。以下に例を挙げる。 スタックは上に成長するようにイメージされることもあるし、左から右に成長するようにイメージされることもあり、トップという言い方ではなく、右端と言ったりもする。このようなイメージは、メモリ上のスタックの実際の構造とはあまり関係ない。ライトローテートといったとき、1番目の要素を3番目の位置に置き、2番目を1番目、3番目を2番目の位置に置く。 これを2種類のイメージで表すと次のようになる。アップルバナナ。バナナイコール、イコールイコールライトローテートイコールイコールキューカンバー。キューカンバーアップル。キューカンバーアップル。バナナイコール、イコールイコールレフトローテートイコールイコールキューカンバー。アップルバナナ。スタックは、コンピュータ内では通常、メモリセルのブロックで構成される。そのブロックの、こは固定の位置にあり。 スタックポインタがトップのセルのアドレスを格納している。そことか、トップという用語はスタックがアドレスの大きくなる方向に成長するか、小さくなる方向に成長するかに関係なく使われる。スタックへのアイテムのプッシュにより、そのアイテムのサイズの分だけスタックポインタがずらされ、次のセルを指すようにして、新たなトップとなるアイテムをスタック領域にコピーする。 詳細な実装に依存するが、プッシュ操作を完了した時のスタックポイントの値は、スタック上の次の未使用領域を指しているかもしれないし、現在のトップのアイテムを指しているかもしれない。スタックポイントが現在のトップのアイテムを指している場合、次回のプッシュの時には、最初にスタックポイントをずらさなければならない。逆に、 スタックポインタが次の未使用領域を指しているなら次回のプッシュの時には最後にスタックポインタをずらすことになるスタックのポップ操作はプッシュの逆となるプッシュとは逆の順番でスタックのトップのアイテムが取り出されスタックポインタが更新されるコールスタック以上のようなスタックは特にコールスタックに使われる具体例多くのプロセッサは スタックポインタとして使用可能なレジスターを持っている。X86 のようなプロセッサは専用のスタックポインタレジスターを持っている。他の PDP-11 や68000ファミリーなどはアドレッシングモードによって任意のレジスタをソフトウェア的にスタックポインタとして使用できるようになっているが、普通は割り込みや JSR 命令が操作する R6 レジスタや A7 レジスタを使う。リスクの多くは、そのように、特別扱いされるようなレジスタを持たず、どのレジスタを、スタックポインタとして使うかは通常、アビで決めており、ソフトウェアで、スタック処理を行う。インテル8087シリーズの数値演算、コプロセッサは、スタックアーキテクチャである。一部のマイクロコントローラーは固定サイズのスタックを、内蔵しており、 その任意の一致に直接アクセスすることはできない。以上のようなスタックポインタによるスタックではなく、直接ハードウェアで実現したスタックを持つコンピュータもある。なお、以上のようなスタックがあるコンピュータをスタックマシンとするのは間違いである。詳細は後述のスタックマシンについての記述を参照すること。この節では、抽象データ型としてのスタックのソフトウェアによる実装について述べる。 高水準言語では、スタックは配列や線形リストを使って効率的に実装可能である。リスプでは任意のリストに対してプッシュやポップに相当する関数を使用可能なので、スタックを実装する必要はない。逆ポーランド記法を使用している電卓は値を放置するためにスタック構造を使う。式は全地記法、中置き法、 高知記法のいずれかで表現される。ある記法から別の記法への変換にはスタックが必要となる。多くのコンパイラは低レベルな言語に翻訳する前の公文解析のためにスタックを使用する。多くのプログラミング言語は文脈自由言語であり、スタックベースの機械で公文解析することができる。ちなみに自然言語は文脈依存言語であり、スタックだけでは その意味を解釈することはできない。例えば、43という計算は、交換法則と括弧を優先するという前提で、次のように構築法に変換できる。1243。この式はスタックを使って左から右に以下のように評価できる。具体的には以下のようになる。スタックは操作した後の状態を示している。最終的な演算結果は15で、終了時に、 スタックのトップに置かれている。探索問題を解くとき、不差当たり的か最適化されているかに関わらず、スタックを多大に必要とすることが多い。総当たり探索の例としては、力任せ探索やバックトラッキングがある。最適探索の例としては、分子限定法やヒューリスティックによる解放がある。いずれのアルゴリズムでも、発見してはいるが探索していない探索濃度を、 覚えておくのに、スタックが必要となる。スタックを使う以外の手法としては再起を使う方法があるが、これはコンパイラが生成するコードが内部的に使用するスタックで代替しているだけである。スタックを使った探索は幅広く使われており、機構造の単純な幅優先探索や深さ、優先探索からクロスワードパズルを自動的に解くプログラムや、コンピュータチェスゲームでも使われている。 ある種の問題は、Q などの別のデータ構造を使って解くこともでき、探索順を変えたいときに有効である。ほとんどのコンパイルされたプログラムは、実行時環境において、コールスタックを使用し、プロシージャ、関数呼び出しに関する情報を格納するのに使っている。そして、呼び出しときのコンテキスト切り替えや呼び出し元への復帰の際に使用して、呼び出しの入れ子を可能としている。 その時、呼び出される側と呼び出し側の間には、引数や会議値をスタックにどう格納するかという規則が存在する。スタックは、関数呼び出しの入れ子や、再起呼び出しを実現するための重要な要素となっている。この種のスタックはコンパイラが、内部的に使用するもので、プログラマがこれを直接操作することは、ほとんどない。コールスタック内に、 関数の呼び出しごとに作られるフレームをスタックフレームと言い,い、それをたどって得られる呼び出しの情報をスタックトレースという。プログラミング言語によっては、プロシージャ内のローカルなデータをスタックに格納する。ローカルなデータの領域はプロシージャに入ってきた時に割り当てられ出ていく時に解放される。C 言語はこのような手法で実装されている典型例である。データと プロシージャー呼び出しに同じスタックを使うことは重大なセキュリティ問題を引き起こす可能性があり、プログラマーはそのようなバグを作り込んで深刻なセキュリティ問題を発生させないように気をつける必要がある。セキュリティ大抵の場合、プロシージャー内のローカルなデータとプロシージャー呼び出しに関する情報は共通のスタックに格納されている。つまりプログラムは プロシージャー呼び出しのリターンアドレスという極めて重要な情報を保持しているスタックに対してデータを出したり入れたりしているのである。データをスタック上の間違った領域に書き込んだり大きすぎるデータをスタックに書き込んだりしてリターンアドレスが壊されるとプログラムが異常動作することになる。悪意あるものがこの種の実装を逆手にとって入力データのサイズをチェックしていないプログラムに 大きすぎるデータを入力したりする。そのようなプログラムはデータをスタック上に格納しようとして、リターンアドレスを壊してしまう。攻撃者は実験を繰り返し、リターンアドレスがスタック領域内を指すようになる入力データのパターンを見つけ出し、許可されていない操作をするような命令列を入力データに含ませることでセキュリティを破る。こうした攻撃に対してプログラマは、 スタックの扱いに注意する必要がある。いくつかのプログラミング言語は、スタック指向である。スタック指向言語は、基本操作で、スタックから引数を取ってくるようになっていて、結果をスタックに返すようになっている言語である。大抵は、複数のスタックを使うよう設計されており、典型的なフォースは、引数受け渡しのためのスタックとサブルーチンの、リターンアドレスのためのスタックを持つ。 ポストスクリプトは、リターンスタックとオペランドスタックを持ち、グラフィックス状態スタックと辞書スタックも持っている。日本語プログラミング言語のマインドもフォースベースである。機械語命令の体系が、スタック思考プログラミング言語に類似している。すなわち、命令のオペランドがスタックであるマシンを、スタックマシンという。最も有名なものとして、バロースビ5五0があるのサポートを目的として、 前述のコールスタックもアーキテクチャでサポートしているが、コールスタックをアーキテクチャでサポートしているという意味では、スタックマシンの語は使わない。また、X86 等でも、スタックポインタ間接参照によって、スタックマシンのように使うことはできるが、普通あまり、スタックマシンとはしない。多くの仮想機械もスタックマシンであり、例えば P、コードマシンや Java 仮想マシンなどがある。 X87 の命令もスタックマシン的である。これに対し、オペランドがレジスタのマシンをレジスタマシンという。多くの実機がレジスタマシンであるため実機に対してこの号が使われることは少ない。仮想機械ではルーア5の仮想機械がレジスタマシンである。スタックを使った式評価方法を最初に提案したのはドイツの初期のコンピュータ科学者。 フリードリッヒエルバワーであり、その業績により1988年 IEEE コンピュータソサイティからコンピュータパイオニア賞を受賞した。ありがとうございます。